加速事故が起こったら地下水が汚染されるということも田中委員長の発言で証明されておる。そうすると伊方はどうなるのかという問題になりますね。実は伊方はそういうことを想定していないんですね。伊方が再稼働の申請したのが7月の初め、ところが地下水の問題が起こったのは、参議院選挙の投票日の翌日でしょう。起こったんでな、発表しただけですけども、それまで黙っとったんやけども、邪魔しきれんようになって発表した。で、気づいてみたらあの辺りにタンクがいっぱいできとるじゃないですか。それまでずっとやってきたんですよね。ただ発表せんかっただけです。するとですね、言い方としては汚染水の問題をに対処する再稼働申請をしてないんですね。汚染水のことなんかノーマークで出したわけです。そこでですね、聞いてみたらどういうことなのか、伊方は汚染水の心配ありませんというようなことは言えないんです。法規の中にね、もし汚染する水が生じた場合に工場の外などに影響を与えてはならないと、影響を与えないような設備を施さなければならないとなったんですね。で呼んでみてみますとね、いえいえ対処する方法はあります。電源が全部ストップして、加速事故が起こりそうになったら、奴ら加速事故と言わないでね、重大事故というふうに今言い方を変えようんですけども、加速事故が起こりそうになったら水かけます。で、水かけたら当然汚染水が出るじゃないですか。で、どうするんかといったらですね、工場の周りに土のうを築いて、土のうで防ぎますと、こういう答え方したんよね。おまじめでしょ。土のを築いて溜めたとして、土のの高さより放ったら海行く当たり前じゃないですか。ついでに今日みたいに雨でも降るとか、台風でも来たらですね、土のなんか一たまりもないですよね。だから、つまり対策は何もしてない。言い逃れね、いえ、土のを用意してますね、言うだけなんですね。というようなですね、ふざけたやり方を発表したるわけですから、まさか、見識のある県議会や県知事がですね、どのもよかの中で認めるはずはないと、いろんなところから詰めていってね、再稼働は無理だと、いろんなところ、他にも言えることですけども、というふうに私は口にします。以上です。はい、はい、ありがとうございます。よかったらお願いします。遅くまで現状で働いている職員の皆さん、仕事帰り、学校帰りの皆さん、私たちは毎週金曜日、5、6時から7時半、この県庁前に集まりまして、伊方原発の再稼働反対、全国の仲間とともに、原発の再稼働反対という同じスローガンを掲げて、全国一斉に行動をしております。県庁の職員の皆さんも、よかったらぜひ一緒に声を上げましょう。それで初めての方もおられるかと思うんですけど、毎週ほぼ必ず IWGA というですね、インターネット のメディアで、この金曜行動というのは放映されておりまして、非常に献身的な努力によって全国の中にも仲間にも伝えられております。はい、今日もご苦労様です。はい、じゃあよかったらぜひお願いします。お疲れ様です。その金曜行動、完全な広場をはじめ全国で行われているというのが報告ありましたけど、この金曜行動こそが私は愛媛のこの高村知事にプレッシャーをかけて、本当に県民のために再稼働させない一番大きな力になると、確信しつつ、ちょっと今日もくれましたけど、頑張って前していきたいというふうに、改めて決意を申し上げたいと思います。やっぱりね、時々周回してあの辺で行動するくらいではダメなんで、できるだけこの県庁前行動が
20人、30人じゃなくて100人、200人と広がる、これこそ一番中村知事にプレッシャーをかける方法というふうに思います。それでは今、5センス、5センスという言葉が出てますが、非常にこの言葉気になります。汚染水という言葉は NHK が使ってますけど、下手したら浄化できる水というふうに知らない人、まあ、汚染水という言葉が広がると、この汚染水の本質は放射能です。放射性物質を含んでいる。これが広がると何になる、私たちの生命を脅かされる、こういうところを格好的にして言葉を放射能という言葉を抜けて汚染水と言っています。これは私は皆さんが言ってましたけど、この間の衆議院選挙の時に新聞マスコミは全てねじれ、解消がなるかならないかが争点だと、この争点ぼかし、ねじれているものはまっすぐの方がいいという自然に働く心理にマスコミが自民党を勝たすためにあおったと、そのように分析されてましたが、この汚染水という言葉も放射性物質が入った汚染水、汚染水じゃなくて放射能の水、放射能水だと、そういうふうに私たちは何度もこの言葉を使うときに放射能という言葉を除いて言わされるマスコミの報道にややもすると影響されて、一番大事な放射性物質を抜いて言ってしまう風にならないようにちょっと提案したいと思います。そういうことで先生よろしくお願いします。さっき言うてくのさん、先生言うて何回も言うけんね、これはなんかそういうことでよろしくお願いします。放射能物質です。きれいになりません。撤去をつけるようになりませんって何回このせりゃ、せっかくの機会ですからどうぞ、ちゃんとフルネームで言った方がいいです。せっかくね、よかったらね、まあ半分の入り口だ。一番右はだね。え？一番右はメロンパンナ。メロンパンナ。メロンパンナ。誰かと付き合いたまらない。ドキンさんが赤い。赤いやん。バイキンマンが一番左で。ね。その真ん中ドキン。ちょっと変な盛り上がりを見てしまったけど、なんか悪いやつがいるから懲らしめるじゃなくて、悪いことをするのでやっつけるというのがどうもアンパンマンの哲学らしくて、そもそも悪い人だというふうにバイキンマンとかドキンさんが悪いやつだというふうには決まってないらしいんですけども、まあ、だけどどう見てももう現実は原発をめぐっちゃ悪いやつっていうのはもうたくましく決まっておりますので、はい、再稼働絶対許さないということで、まあ今日はアンパンマンのバスが通ったのもまあたまたまというか偶然の必然かなと思いつつ、はい、大変雨も強くなってまいりましたが、一応だいたいギリギリに来られる方もおられるので、7時半までやりますので、あとよろしくお願いいたします。ではちょっと簡単にまたじゃあ声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、せーの、原発脱走、再稼働反対、再稼働反対、原発脱走、原発脱走、再稼働反対、再稼働反対、一方原発今すぐ廃炉、一方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、
伊方原発廃炉にしよう。伊方原発廃炉にしよう。再稼働は許さない。再稼働は許さない。再稼働反対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 。四電は再稼働の申請をやめろ。再稼働の申請をやめろ。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は申請を取り下げろ。四電は申請を取り下げろ。知事は再稼働を認めるな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 。再稼働反対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 。原発なくそう。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございます。この間私も11日伊方原発のゲート前の方に行ってきたんですけど、前回ちょっと報告しなかったんですけど、消防車のような車が、あれ4台ぐらいでしたっけね。出て、伊方原発からこのぐらいから1キロぐらい多分直線距離で離れたあたりに丸い水溜めみたいなものがあって、その周りに消防車のような車が4台ほど止まっていました。私思ったんですけど、これがもしあれですか、事故の時に上から水をかけるそのための設備だったらコースが1キロメートルぐらいあっても足りないなと。まあ港を挟んで反対側ぐらいですから、重機とかがあるのかじゃないですか。あそこにありますね。知ってる方は大体イメージわかると思うんですけど、それ見てもなんかこれで規制安全だとかいうふうに言うのは許せないなと、まあ改めて思ったりしました。はい。で、まあ全国で伊方原発の再稼働が今一番手というふうに言われておりますけれども、私常々言っておりますけど、やっぱり伊方原発の再稼働を止めて他の原発も再稼働させないようにしようと、そういうところでみんなで頑張っていきたいなというふうに思います。じゃああとよかったらお願いします。お願いします。竹内さんのさっきの定義を、積極的に聞いとかないかなと言うて、さっき言おう思って忘れました。これはいつものことなんですが、喋ったら後でね一言コールを入れてそうだそうだで、終わるぐらいなことを次回から考えたいなというふうに思いました。それからこの国は妙な国になってしまったんじゃないでしょうか。どうも消費税の引き上げは決まったようですね。大きな反対のうねりが起こってきませんから、これはほぼ自動的に施行されるでしょう。そしてその先に 2% もついでにアップするんだと。消費税というと私たちの懐具合で失敗してしばらくはいかってからに、物を買わんようにするんだけども、どうせまあ買わざるを得んようになるんですけどね。ところが知られてないところで消費税というのは非常にとんでもない部分があるみたいなんですね。もともと不公平、これはもうはっきりしていますけども、労働者を雇って賃金を払うところでは消費税は成立しない。だから例えばトヨタ自動車を例にしますと、トヨタ自動車が労働者を雇って、労働者に賃金を払った、これはもう消費税関係ない話ですね。ところがトヨタ自動車が、派遣会社から労働者の派遣を受けて、そして、労働力を提供されて、その代価として労賃を払った。これ労賃じゃない請負料金とかということになるんでしょうけどね。これですと物品の仕入れ費用にかかります、当たりますから、
消費税が該当すると。そうするとこれから 8% 分の、賃金相当分をトヨタは払わなくてよいことになります。労働者の方は、つまり正規の労働者の方は賃金もろとったら、いいんだけども、派遣会社を通したらですね、大きい会社にとってそのようなメリットが生じてくるんですね。だから消費税が大きくなればなるほど、大企業は繁盛する。これが先ほど最初頃に司会の方が言われたように、 1% の人々にさらに儲けを保障するということの一部だろうと思うんですけどね。ですから、黙っとるけども、そして、黙っとるけど知られるようになってきたのが、あの輸入戻し税ですね。自分が購入した費用の中の消費税分は、次に売る人、次に渡す人に支払いさすんだけども、トヨタのように外国へ輸出する場合は、外国が消費税払ってくれる、外国の会社に消費税払ってくれということはできませんから、トヨタが負担したことになって、国からその分を戻してくれることになったんですね。戻してくれることになっていると言っても、ご存じのように日本の、産業構造の中小企業の下請けがあって、下請けからその上その上その上へ行って、トヨタに流し、でこのシールの場合にトヨタなんかは、消費税程度のものが多い、それぐらい負けとけや、いや他と契約するよということで、消費税を負けさす。そこへ、そして輸入戻し税を受け取るんですから、もう2倍の儲けになるわけですね。こういうことが 1% に儲けを集中するということだと思うんですね。考えてみると、マスコミは本当に罪な存在ですね。高いお金を取りながら、本当のことを伝えない。そして TPP です。TPP はこれまた、さっきも出ましたが、大体は自民党は参加せんということです、ね。そして、入り口へ入っても状況が悪かったら脱退するということですね。これは利用っただけであって、小沢一郎さんによりますと、それを前でからそんなこと考えてないですよ、選挙対策見えただけですよということになるんだけども、それが今になったらですね、重要5品目は守るといい、そして今度は重要5品目の中の、どの程度が妥協可能か検討すると言い出して、結局はですね、時間とともに全部自由化する予定でしょう。ただし大企業に障害にならん分以外はね、ご存じのようにアメリカでは食料品の補助金は多額の補助金を出しています。つまり関税をかけとんと同じようなですね、輸出関税をかけとんと同じような障壁を作っておるんですね。そういうことを前提にしながら何にも本当のことを伝えない。私はマスコミは親の敵に近くなってきたんじゃないかというふうに感じております。先ほど、発言者の方から提案がありました。発言した後に最後コールをやるというので、次回から強制はいたしませんので、嫌で不登校になっていただくと困りますので、強制はいたしませんが、そういうバリエーションもあっていいかなというふうに思います。よろしくお願いします。大変長時間ご苦労様でした。最後みんなで声を上げてですね、いきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、せーの、原発なくそう、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、一方原発今すぐ廃炉、一方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないと、再稼
再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。4電は再稼働の申請をやめろ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 。4電は申請を取り下げろ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 。知事は再稼働を認めるな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 。伊方原発を廃炉にしよう。伊方原発を廃炉にしよう。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。再稼働反対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 。原発なくそう。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。福島の子供を守ろう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 。福島の命を守ろう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 。原発労働者を守ろう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 。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発廃炉にしよう。すべての原発廃炉にしよう。再稼働反対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 。四電は再稼働を申請するな。四電は再稼働を申請するな。四電は再稼働を申請するな。申請するな。四電は再稼働を申請するな。知事は再稼働を認め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 るな。伊方原発廃炉にしよう。伊方原発廃炉にしよう。再稼働はさせないぞ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 。再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。原発廃炉。再稼働反対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 。はい、どうも雨の中長時間ご苦労様でした。それでは本日の金曜の現状前金曜報道を終わっていきたいと思います。どうもご苦労様でした。はい、ありがとうございました、時刻は2013年10月18日金曜日午後7時34分になりました、こんばんは、IWJ 愛媛中継市民本の子です。以上をもちまして本日、大変遅くなって申し訳ございませんでした、中の人の残業のために中継開始が70分ほど遅れました。本当にご迷惑かけて申し訳ありませんでした。本日の途中からですが、愛媛県庁前高等の中継を終わりたいと思います。本日ちょっと雨模様もありまして、若干操作もちょっと荒かったかもしれません。申し訳なかったです。ちょろちょろ見えていたのは傘です。すいません、ちょこちょこ傘で遮られていたかと思います。すいませんでした。それでも、トータルで17名の方見ていただきました。ありがとうございました。この後短いですが画像をアップいたします。今18人に増えました。ありがとうございます。毎週金曜日こちら愛媛県庁前行動中継をしております。来週も
何事もなければ6時から中継の予定となっております。よろしくお願いします。はい、それではこちらの方から撤収をしたいと思います。本日は本当に申し訳なかったです。ごめんなさいです。来週はできれば時間通りにお送りしたいと思います。それでは、こちらメモ用ですので早うちに機材が揺れないうちに撤収をしたいと思います。ありがとうございました。ではこちらから失礼いたします。あれは僕らは会員になったんじゃろうか、見えるだけなんだけど。あれは